旅に出よう旅に出よう曇った空晴れるさ始めよう始めようやった今日は尾形尾形ただいま戻りましたお邪魔しますテラヤンの生まれ故郷愛知で思い出の地を巡りながら結婚することを伝えていますまあうめえあの俺結婚するわえ本当にそれはおめでとうございますケーキじゃんいや私結婚しますえ今回やってきたのはここどこなんですかここはもう本当にどこまで行っていいのやらって感じなんだけどマジで家のそばえマジっすか、もうじゃあもうこの近くに寺屋の実家あるってことですかもうあるよ、こちらでございますおおめちゃくちゃ綺麗じゃないですかめっちゃいいじゃないですかすごいこれこれは寺屋のバイクですか父のやつですねうん大型じゃないですかこれだってそうだねお父さん怖い系ですかあまあ、ね、ちょっと気をつけた方がいいかも愛知県の人だからちょっとそのオラオーラしちゃってるからオラオーラそういうのあるんですオラオラ系がちょっと多かったりするからだからその辺はちょっと気をつけた方がいいかもしれないわかりました、うん、ガチのやつじゃん入りましょうかただいまおかえりなさいなんでなんでどういうこと3億円事件みたいになってんだってでボケいっぱいあるからなんかツッコミどころすごい世界一うるせえ家だなんで赤って生きてんのどこがオラオラしてんすかこれ誰が渡したの誰これノリノリじゃないですかこれどうも初めましてどうも初めまして初めましてあきらです直樹です寺山ですあ、それは分かってるそれは分かってるお世話になりますこちらこそです、もう本当にお父さんなんでヘルメットしてたんですか、最初旅に行かないと俺らが旅来てんだからいいのまさかの今すぐ行ってくださいもう飽きたじゃないよ、人の親をもうちょっと堪能してくださいよ面白い方だなんかもうこういう予定じゃなかったんだけどなんかもうなんかちょっと嬉しさもあるしなんかこうですねこうじゃないいいね韓国のノリはいいからすごいなだいぶ尾がってるので尾がり人にしちゃいますテラヤンのお父さん父やんですよかったら入ってくださいありがとうございますお邪魔しますお邪魔しますうわでかっ広いこんな感じですめっちゃ広いですねピアノとかあるんですか母の持ち物でもともとそうなんですか、うん、そうなんですね幼稚園の先生とかやってたからええー、少しだけそうだからもう家でピアノとか俺も習ってたしこれ何何って見てわからない聞いてもわからんでしょ鋭いツッコミいただきましたマッサージ機そうなるほどねいいですね最近買ったのそこに腕を入れてかでそんなわけない誰がこうやってやんのここめっちゃめんどくさいこれ親子愛が助け合いがすごい頼むよちょっと二人がさ俺はちょっとふわふわしてんだから今日マジであきらくん拾ってここだここ芸能人はここだやっぱこう家にいる時とテレビに映ってる時って全然違うんですかそうですね、うん、やっぱり家にいる時はやっぱりね、一番テレビ漫画の中で一番お利口さんでしたので手がかからなかったです、あ、そうなんですか3兄弟なんですか3兄弟家ではどんな感じなんですかいつも家ではもう無口でボケたりしないしないしないもう、もっと拾えとかねボケろとか言うんですけど一切そういうことないです同じ全く同じであのお客さんいないと寡黙に新聞作られるいや全然
邪魔でしょそれ。めちゃめちゃ視野求めてないんだから。あ、やっぱ似てるんですよね。そう、俺も父親になるそのまんま。確かに似てる。まあ、でもなかなか私うんこたできます。あ、お腹減った。え、お腹が減った？じゃああそこに行こう。あそこ。こっちこっち、こっちこっち。お腹が空いたらたこ焼きテラさん。テラさん？おいしいよ。あっつあつでとってもジューシー。テラさんのたこ焼きは名古屋スタイルの醤油味。一口食べればみんながハッピー。おいしい。おいしい。おいしい。たこ焼きテラさん来てね。熱々。アキラ帰ってきました。うるさいうるさい。よいしょよいしょ。めっちゃ景色。いただきます。うわ、いくらアキラであろうと俺は譲れんよ。目玉が怒ってる。なんかすごい、ここでアキラが育ったんだね。夢はダンス。乾杯。いただきます。こんな感じです。うわ怖え。尾形もこんくらい高いところまで。本当に出世したとマジで道間違えたなって思った。心の体が離れていく。クメンめっちゃタイヤだ。あかんか。ブンゴブンゴ最初まずね、まだいっぱい。うん、もう一緒になんか一緒に聞こうかな。おがっとできた。ありがとうございます。ありがとうございました。とりあえず寺山家に来てもらったんで乾杯しとくか。乾杯があるんですか。乾杯とかあるんですか。いや今日は夜まで行くばい。福岡弁。怖っ。ナイス。母がちょっと買ってきてくれた名古屋メーカー。いろいろとよかったらちょっと食べてもらって。エビ線のやつすいません。じゃあめちゃくちゃ美味しい。エビ大丈夫かな。あ、そうです、そうです。なんで知ってるんですか。ちょっとそれはもうファンだから。あ、何でも知ってる。エビ線は大丈夫ですね。ウイロー冷やしておきました。え、うん、美味しい。いい音。うん、まんなこれ。マジっすか。うまい。ちょっといいっすかね。どうぞ。いや、マジ行くの、マジ行くの。大丈夫。行けるの。いや、これ美味しい。美味しいだね。いや、もうだまされたと思って食べてみてください。いや、そんな。これはもう。そんなね。そんな。ほんまや。関西弁なの。さんまさん意識してる。あ、さんまさん。父はさんまさんがもう大好きで。あ、そうなんですか。もう大好きで。おがった見たこと見てる気で。おがったはいつもね。あ、ちょっと質問するから。質問来ていくみたいなやつでお願いします。あ、ちなみにおがった見てくださってますか。あ、本当ですか。母さんは見て毎週も嬉しい。ありがとうございます。どう、どう、生で2人来てるけど。かっこいい、生のお母さん。 ありがとうございます。やっぱあの息子があのおかしなことをしてたのにどう思われるんですか。ちょっと恥ずかしい。本当にね、見せたことないから、外の姿っていうのを。何歳って。あ、年考えてねって今。あ、何歳って。はい、父さんは一回も見てないの。そうです。よく今までさっきの絡み出てた。見てくれよ子供のやつ。そしても最初のね、歌を聞いて、うん、2で、あ、はい、え、はい、
あそこがすごいインパクトがあって。そこだけ開始10秒のとこじゃん、そこ。そこで飽きちゃったんですね。そこで飽きちゃうんだ。すごいいい歌だなって。そこでもう満足しちゃったのね。そう、満足しちゃった。テラヤンのこうボケとかっていうのは面白いですか？見てて。まあね、直樹くんほどじゃないですよ。相当気に入ってるね、もう。みんなやっぱ前てるもんね。そういうのちょっとハードルがちょっと上がってくるんで。テラヤンが芸能界に入ったのは自分がきっかけだったんですか？俺が入りたいから上京するっていう感じだよね。そうだったよね。割とでもなんかその芸能界目指したいっていうのも別に反対はされなかったから。そうなんですね。有名人に、ね、なりたいっていうのが、うん、でもおとなしい性格だったのに有名人になりたいみたいなのはあったんですか？そうだね。ダンスやるようになってから確かになんか変わってきたなっていう。あ、ダンスやったのはいつでしょう？高校1年からね。高校入ってから同時に始めて。こんなんいつもあれはねギャグなんかそういうの習ってたのかな。ここでもぐるぐるウィンドミルやってましたよ。夜ね練習してたね。僕が横でムーンウォークやってね。そう、でもムーンウォークはマジで父親に教わった感はある。うまいんですか？マイケル・ジャクソン級のね。そう、うわすげーと思って、わ俺もやりたいみたいな。どうしても見せたいらしく、頼んでもいないのに立ち上がりました。やる気です。じゃあ、行きます。おおすごい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 、結構綺麗。ちょっと綺麗。ダブル一緒に行くか。一緒に行く。あー、早い。すごい。ちょっとそこ違う。こうやって肩を、こうやって肩を。癖すごいな。でもできてる。でもできてる。癖が。なんか耳が出てる。巻き方。それでは親子でどうぞ。ずれちゃった。ずれちゃった。お腹が減った？じゃあ、あそこに行こう。あそこ？こっちこっち、こっちこっち。お腹が空いたら、たこ焼きテラさん。テラさん？おいしいよ。あっつあつで、とってもジューシー。テラさんのたこ焼きは、名古屋スタイルの醤油味。一口食べれば、みんながハッピー。おいしい。アキラ帰ってきました。うるさいうるさい。よいしょ。よいしょ。くわで。おお、めっちゃ景色。いただきまーす。うわ。いくらアキラであろうと、俺は許せんよ。目玉が怒ってる。なんかすごいここでアキラが育ったんだね。夢はダンス。乾杯。乾杯。いただきます。うわ怖え。尖ったもんこんくらい高いところまで。本当に出世したマジで道間違えたなって思った。心の体が離れていく。めっちゃタイヤだ。あブンゴブンゴ大丈夫。肌いっぱい。うん、もう一緒に、なんか一緒に、うん、おかっこでした。ありがとうございます。ありがとうございました。いきますか。たけしルームに。たけしルームに。すげえ、はい、ちょっと緊張すんの。こちらです。寺やんって自分のこと話さないからな、うん、あ。あ、でもだいぶ変わっちゃってるわ、マジで。なんかめっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗。あ、もう本当に俺が住んでた形跡ないね、これ。てか、そうですね、あの住んでた感ゼロですね。マジでもう何もなくなっちゃってるわ。あれ、あ、でもちょっと待って、ちっちゃい頃の写真とか。あ、本当だ。これ出ないの？この真ん中。これ俺、
うわ妹なんかすごいつまんなそうな顔してるちょっとクールだねクールですね、うん、あれメモリーズメモリーズあるよメモリーズありますねこれですよ見ようよこれありますね 見ましょうよほんとこれぐらいしかないねそれ幼稚園え幼稚園幼稚園からあんの平成6年わ俺の生まれた次の年ですねあそう平成5年3月その時にもう幼稚園入ってんだもんね卒園したってことですねだってそうだね僕予想できましたあできたはいえ待って俺分かんないんだけどせーので指さしますじゃあいきますか、はい、せーのおー割れた正解はこっちです、もう髪型がまんまだよねもう心くんみたいですね心くんみたい昔からこの髪型なんですね昔からこれだったねもうストレートヘアだったから飽きないですか飽きた飽きた本当にあこれですね小学校まあね小学校までは可愛いですからねみんな卒業記念2003年だとアキラが生まれて3年ですアキラ3歳3歳アキラ3歳の時に卒業しちゃってんだ卒業してんのよ小学校信じられないねあいるでしょあうわ、テラヤン可愛い赤尾画面じゃんやっぱね、好きだったのかね、うん、え、待って、めっちゃ可愛いあ、本当にえ、モテましたね、これめちゃくちゃモテたよ、だから本当ずっとうん、モテそうモテたんだ学生時代はもうずっとモテましたねモテそうそう、勘違いして上京しちゃったんですよえ、この頃から学校とかでやっぱりボケたりとかしてたんですかボケたっていうかは、明るかった、ずっとあ、うん、どんな感じなんですか、明るいっていや、本当元気な子え、どんな感じですかまーんはい、なんでやらした次回テラヤンのとんでもない過去が暴かれます本当ひっきりなしに告られてこのクラスにいます学校で何番目に持ってたんですかテラヤンマジで一番持ってたね、中学校の時めちゃくちゃ持っててたよねそれって言うとうんおまれお楽しみにいや信じられない信じられないわあお腹減ったえお腹が減ったじゃああそこに行こうあそここっち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 お腹が空いたらたこ焼きテラさんテラさんおいしいよ熱々でとってもジューシーテラさんのたこ焼きは名古屋スタイルの醤油味一口食べればみんながハッピーおいしいおいしいおいしいたこ焼きテラさん来てね熱々アキラ帰ってきましたうるさいうるさいよいしょーよいしょくっしゃ悪いおおめっちゃ景色いただきますうわいくらアキラであろうと俺は譲れんよ目玉が怒ってるなんかすごいここでアキラが育ったんだね夢はダンスはーい乾杯さくらいただきますこんな感じですうわ怖え尾形もこんくらい高いところまでほんとに出世したマジで道間違えたなって思った心の体が離れていくねめっちゃ最悪だあブンゴブンゴ最初まずねまだいっぱいうんもう一緒になんか一緒に聞こうおなかでしたじゃん